裏風は日本海軍の駆逐艦。裏風型駆逐艦の一番艦。艦名は裏部に吹く風の意味。艦名は影楼型駆逐艦。裏風に引き継がれた。歌唱艦名第35号駆逐艦。1912年12月27日にヤーロー社と製造契約を結び、1913年10月1日、寄港した。 1914年9月12日に、裏風と命名され、同年12月6日一等駆逐艦に登録された。1915年2月16日午後1時50分浸水、同年9月14日竣工。第一次世界大戦の最中の竣工であり、大砲は日本より輸送して取り付け、弾薬はアームストロング社と交渉して、購入、魚雷発射艦は取り付けられていなかった。 9月15日、ヤーロー社の経線地を離れ、同日グリーノック港に停泊、重油体育満載のほかに、缶入りで50トンを上甲パンに積み、計298トンを搭載して、翌16日午後に出港し、ジブラルタルに向かった。ドイツ潜水艦の危険を避けるために、終始20ノットで航行し、潜水艦の脅威が去った後も、重油は気候地ごとに準備されており、 消費量が予想より少なかったことと、将来の重油燃料管のための実験として、一部を除いて、終始20ノットで公開した。19日夕方ジブラルタルに入港し重油を搭載、以降各地で重油を搭載する。ジブラルタルを21日出港、マルタ島、バレッタ港に23日入港、24日出港、ポートサイド26日入港、直ちに、 スエズ運河に入り、翌27日に運河を抜けて、スエズ港に入港した。28日出港し、アゲン10月1日入港、4日、出港、7日には、16機が詰まり、約1時間漂白したが、他に、問題はなかった。ボンベイに7日、入港、11日出港、13日、コロンボ入港。 当日出航し17日シンガポール入港翌18日出航航行中に燃料消費試験を行い22日には低気圧の強風により12ノットから15ノットに減速同様が30度に達し後部マストが折れた同日香港機マストを応急修理し翌23日出航27日横須賀港に到着した 横須賀では、巨雷発射艦搭載などの残工事を行ったが、11月4日の特別艦艦式のため工事を前後2回に分けた。12月1日第16駆逐隊に追加され、この時の第16駆逐隊は、連合艦隊第1艦隊第1水雷戦隊に所属していた。連合艦隊は、同月13日に編成を解かれ、第16駆逐隊は、第2艦隊。 第2水雷戦隊に新たに所属した。1916年9月26日に、巡航タービン装備の訓令が、横須賀鎮守府宛てに出され、実際には1918年に搭載された。1919年2月に巡航タービン新造工試運転成績表が提出されている。 また、1916年12月5日から翌1917年6月5日まで、横須賀海軍交渉で、機関室通風装置その他新設の工事を行った。その間、1917年4月1日に、第16駆逐隊を離脱した。1926年12月1日から第1、県外艦隊に所属、様子広方面の警備に従事した。 1933年5月20日、第3艦隊が常設艦隊として編成され、本艦は第3艦隊第11戦隊の所属となった。1936年7月1日除籍、同日横須賀海兵団に引き渡され、練習船として使用された。1940年4月1日、廃駆逐艦第18号と、歌唱。 1945年7月18日の空襲で被弾着停止、1948年5月27日から8月15日に浦賀選挙で解体された。また、日本海軍全艦艇止では、同年9月9日にぶり東鉄鋼により不要、解体とある、日本海軍史第9艦第10の小艦の召喚履歴及び艦報に基づく、階級は、 就任時のもの。裏風、愛対抗風、愛海軍造船技術が i o p 三百八十一では二万二千馬力三十節の計画であったとあり、昭和造船士など多くの書籍でこれを採用する。ABT7 公文理二十二付属外画像三十七。ただし、イギリスでの大やけと日本開港中の試験成績から軸馬力回転数。 重油消費量曲線を作成し、重油満載量250トンとして、航続距離を計算。ただし2番艦航風が建造中に、イタリア2条とされ、日本海軍内で同型艦がなくなったため、1926年に、類別等級で駆逐艦の艦型が決められた時も裏風型は、制定されなかったピアニッシュも、88から92。 大正15年11月29日府内令、第238号鑑定類別等級表種別駆逐艦、等級一等艦型鑑定名裏風ありがとうございます